お待たせいたしました。今日の公文書を考えるは磯田先生に来ていただきました。もう、皆さんとっくにご承知だ、ご存知だと思うんですけども、私から一つ、磯田先生は茨城大学、それから、浜松文化芸術大学、そして今度国文献と、日文献と、はい、という具合に点々というかされてるんですけども、それは皆そこにテーマがあるから、水戸の研究をするために茨城大学、家康のと防災の研究をするために浜松、そして今度は、ある意味では歴史の宝庫みたいな京都と、それから忍者の研究も京都でやるということでテーマを求めてさまよってるっていうか、そういうずっと珍しい、おそらくそういう先生は極めて珍しいと思うんですけども、という、ちょっと特異な紹介をいたしましたけども、思う存分お話ししていただいて、それで、1時間半の予定ですけども、少し伸びても構わないと思いますので、それじゃあ始めたいと思います。それじゃあ先生どうぞ。はい、磯田です。点々としているのは、よく映画に釣りバカ日誌ってのがありますけど、あれを釣りの要素を古文書バカ日誌にしていただければ、浜ちゃんという人がここに行きたいから何々をやるという、その通りでありまして、で、公文書について考えるということで4と書いてあったんでちょっと安心いたしました。私公文書というか古文書も含めた文書を読む側であって、これを管理したり保存したりその問題についてそれほど詳しいわけではありません。おそらく、慶応大学でいうと高山正代先生だとか、東京大学の加藤陽子先生とか、こういう方々が頑張ってこられていると思いますので、詳しい話はそういう先生方にしていただいたらよくわかると思います。で、ただ公文書の問題で来てくださいというふうに橋本五郎さんから呼ばれた時、断るという選択はありませんでした。私は一つ自信のあることがあって、多分日本の中に残ってる資料古文書類を長期にわたって一人の肉体が読み続けた量はかなり自信があると。古代から近現代に至るまで全部読むということを心がけてきたので、その視点からの飛び込んでこられる質問に答えるという方がいいかと思っています。大抵の場合学者さんというのは、私はこれが専門なのでって言ってその範囲を行くんですが、私は基本的に興味好奇心だけで暮らしているもんですから、興味があればどの時代の文書でも読みます。で、昨今の公文書問題についての私は考えとしてはやっぱり問題だと思っています。一番大事な点というのは先進諸国と同じレベルで公文書をきちっと公開したり保存したりするルールを作るのが当たり前のこと で、これは程度の高い国がやるべきこと で、日本は私は幕末明治その以前から見てるけど、それができるはずの国であるのに、基本的には情報の公開であるとか公文書は誰のものかとかいうような場合にやっぱりちょっと遅れた対応になってて、それがだんだん世の中が開けるにつれて進むどころか後退している姿さえ見えると。例えば情報公開法を制定した順番にしてもやっぱりお隣の国韓国の方が早いわけですよね。香港の方が早い、タイも早い日本よりっていう状況で、アジアで真っ先に我々は
近代化したとか工業化を進めたとか言うんだけれど、情報公開法では1位でないところがやっぱりこの国の問題点だろうと。じゃあなぜかっていうことをやっぱり考えますね。やっぱり官僚が引っ張って、この国を作ってきたこと、それは事実です。じゃあ官僚がいつから強いんだって考えますね。ひょっとしたら、まあ、それ以前も官僚制は日本にありますが、中国の官僚制も立派なもんでしたが、中世古代、おそらくあれの官僚制を追い抜いたと私がはっきり言えるのは石田三成あたりからでしょうね。国内動員48万、それで海を渡らせたのも14、5万の兵を海を渡らせてロジスティックスをやって、で肥前名古屋城に大集結させる、でものすごい中央集権ですよ。でそれを一糸乱れずやると。で国内動員54万とか言ったら、明治時代に入って日露とかやるような時の勢いの人数です。当時の日本の人口はおそらく1500万あったかどうかでしょうから、その後の 4,5 千万の頃の人口の日本がやったようなことと同じようなのを、もっと3倍もきついような動員やら運用を行ってきたと。そうすると、まあ非常にこう議会であるとか、その下から何か物事を決めていくっていうシステムよりは、ひょっとすると官僚集団が設計企画してやると。だこういう方がやっぱり歴史的な文化として、そうです、その後にちょうど明治維新が起きた時に工業化っていうことと、あとライフル銃に基づいて徴兵制をやって一斉に機械的に行動するというパターンに、これが非常に合致したもんですから、この上位下達、あと官僚が統合する中央集権型っていうのが、でそっちの方へうまいこと成功を収めて、おそらく戦後の自動車作りだとか大企業がやっていくっていうようなところまではうまくいったんだと思うんです、1970、80年ぐらいまでは。だけどこれがおそらく我々もうそのパターンじゃない、何せ人工知能でとかいうような経済がこう横まで来てますから、こういう時代になってくると、おそらく武士の時代、官僚の時代って言ってたようなシステムと、僕らはあんまり、それがむしろ日本の成長や社会を良くする足を引っ張るようになりつつあるのかもしれないなと。まあ日本最大の大学である日本大学のアメフト部とかも、ああいう感じの雰囲気と、全部を言うつもりはありませんけど、理事長さんと理事さんがああいう対応をして、国民がやっぱりちょっと古いかなって思ってるのは、なんかその辺ともやっぱ関連してるかもしれません。で公文書を公開せよっていうことについて、死に物狂いで日本国民が最初に戦っただろうと僕は思われるのは、おそらく1630年から寛永頃から先進地で始まって、元禄ぐらいまでだから1680年ぐらいまで、江戸時代の最初の100年間頃に僕は始まってるように感じています。それは何かというと、江戸時代武士は、城下町に、武士って言ったって足軽とか臨時採用なんですけど、士分以上ですね、袴を履いてる武士たち、世襲の武士たちは城下町に集められたわけです。そうすると農村を文書をやり取りして納めるようになって、農村は村受け制といって、庄屋さんが納税の係になって、お前村単位に税金が来るようになるんですね。お前さんの村は戦国年貢を納めなさいって言うと、庄屋がそれを割り付けて村民たちに年貢を払うと。でこの時に、もちろん
寛永時代1630年頃の日本の識字率は分かりませんが、成人男子でも10人に1人いたかどうかではないかと推定されます。とてもちなみに、文書が読めるあの識字率で言えば、ようやく幕末明治維新を迎えた頃、男女で 40% 程度だと私は見てます。だからその時にですね、年貢勘定、庄屋がしばしば中間で中抜きをやって中間で取っちゃうんですね。要するに武士の手前は1000石の年貢を払うのに、実際には農民から1200石ぐらい取っといて、猫ババを200石ぐらいしてると。でこれが頻発する。ただこれあんまり非難もできないんですよ。当時の日本農村というのは豪族が支配しているわけです。庄屋は昔の豪族で、関ヶ原の合戦で敗れたような、まあ、皆さんの祖先とかも多いと思いますよ。新聞記者さんになっていらっしゃるようなお家は、いやもう田舎にものすごい立派なお家があって、裏山を指さして、昔うちの山城がこの後ろにあってみたいな家系の方多いですから、こういう人たちはもう伝統的に自分たちも武士だったから年貢を取ってるわけですよね。ところが自分たちもその中間で200石ちょっと猫ババしたように1200石集めといて手数料ってもらってたら、一般の農民たちが怒り始めるわけですよ。年貢勘定を公開せよと、税金の令書が1000石で来てるはずだと、で取った分は1200石だって、この闘争がだいたい1650年を挟んだ数十年間、日本中の特に西日本の農村で始まる。でこの中で日本人はみんな反抗を持つようになります。全員こんな反抗社会になったのはいつかといったら、この闘争の中で庄屋もバレて打ち首になったりするのは嫌ですから、近世前期の権力ってのは怖いですね。ちょっとしたことですぐに打ち首にするんですね、貼り付けとか。だから一般の百姓家主たちに全員反抗を持たせて、文書を見て自分が承認したら反抗を打つ。それでそのハンコをもらったものを庄屋は手元に置いて、それを管理して見せたと、ちゃんと承認も取ったということで処刑されないようにする。でここが農村における文書社会の始まりです。でこれは基本的には庄屋のところに大量に文書が蓄積されていきますが、同じように武士も農民との関係で、何せ空間的に離れた支配するわけですから、返納分離ですから、文書を貯めていくという形を取っていたと。ところがその武士の政権が農民にその自分の蔵にある文書を見せるという発想はありません。基本的にせいぜい一般の領民に侍が持ってる情報を公開するっていうと、藩学校の蔵にある図書を特別に閲覧させる程度だと思います。で一般の藩士にもほとんど藩の中の公文書っていうのは公式には閲覧できるようにはなっていません。そのため、江戸幕府で言えば右筆という集団が、まあ、その中でも一番奥の間の奥の院の情報にアクセスできる奥右筆という存在、藩によっては留め方とか書き留めるからでしょうね、書き方とか言われる人たちが強い力を持つことになります。アクセス宣言はその下級管理が持ってるわけですよ。ここに日本社会の面白さが出てくるんですよ。実際には大臣が、総理が動かしてるか、大臣が動かしてるか、課長が動かしてるか、係長か、課長補佐か、もっと下かっていうのは、なんとなくわからないことは幕末に来た外国人も我々に言うんですね。藩なんとか工作して反論を動かして自分に有利な外交をやりたいと思うんだけど、どこへ工作かけていいかさっぱりわからない国だと。この仕組みはどうかと言いますと、まあ、例えば岡山藩なんかでちょっと僕がずっと見てきたので言うとね、農民出身の人でも留め方の下役にはなれるんですよ。これ採用されるもう下級管理とされてますから、字が上手とかいうような理由でなる場合がある。で大抵は、まあ、大抵世襲の武士の家ですけど、その中でも非常に身分が低い人たち、でそれが、一回登用されてですね、藩主のそばにあるこの右筆だとかこういうふうになりますと、固定された情報に対してその人たちだけがアクセスできるので、例えばこんなことが起きるわけですよ。旗本 A と旗本 B が
娘と息子同士を結婚させたがっていると。ところが旗本 A と旗本 B は10倍も禄高の差があると。こんな身分違い の結婚を認めたら風紀が乱れるではないかと。それに対してどういう行動が出るかというと、陽室はすぐに書物蔵に取ってて閉鎖された文書を食って過去の事例を集めて、10以上禄高が離れた例を例えば書き抜いて、でいやこれはいとこ結婚ですと、あるいはまたいとこ結婚ですと、これは縁つながりがあるから OK ですっていうのを出しといて、家老のお坊ちゃんたち世襲ですから、あとは追認するだけです。倫理制という今のハンコが増えていく決定の仕方もこの社会で作られたものです。物資社会で。それを三菱だとか郵船ですよね、日本郵船だとか NHK の元になったのはどっか知りませんけど、そういう武士型の日銀の元になった会社とかであれしたものですから、でハンコが増えていく。だから家老の方は郵室が出してきた過去の事例を見てうんうんとうなずいて追認してそれを回すという形で権力が維持されてきたわけです。そうするとどうなるかというと、基本的には役所の中にある文書というのは官僚とその支配者たちが管理して運用するものという伝統で来ると。明治政府になってからの文書の公開についてっていうのは私はちょっと研究してないんで、これからもっとしたいと思いますけど、基本的にはあんまり大きく変わらないと思います。で問題なのが、その明治14年ぐらいの政変までは日本っていう国家も議会を開いたり、一般の人がその役所の文書にアクセスしたりして、みんなで議論して何かをやろうというふうに考えてた節もあるんですが、でも実際明治14年政変以後は、いわゆる藩閥、薩長が中心ですが、過去の近代史で言えば有志先生と言われる、官僚が主導して要するに前の言い方で言うと、このやり方もあったんですよね。議会で下からみんなが議論して意見を集約してやることを決めて、どのようにそれをことを運ぶかだけを官僚にやってもらうという考え方、これはイギリス流というか大隈さんとか福沢諭吉とかなんかそっちに近い。で一方そんなことやってたら何をやるかを決めるところでワンワンもう大騒ぎになってうまくいかないと。むしろ識字率が最も当時日本で低かった社会を率いてた薩摩の人たちは議会制度や公用方式には理解がありませんでした。西郷もなかったですし、大久保利通もさらさらなかったと僕は思います。こういうと乱暴な言い方になるから近代史の人は文句言うかもしれないが、基本のコースはそうです。大体内務省という強い役所を作って、企画も統計というのを役所が上から測ってで、いくらという情報、統計情報ぐらいは公開したんでしょうけど企画して実行も同時に行うと。で議会の役目は役所の文書にアクセスしてチェックするというよりは参考意見を述べるにとどまるという、このプロイセン型 の決定はさせない、参考意見を述べるにとどまるという、こういう形の国づくりをしてきたものですから、この国ではそのフランス革命、大体日本世界最初の公文書館がフランス革命とともにできたということからする、それはそうでしょう。革命で王様の政府が持ってた文書を押収して、でそれは民衆みんなで知って、僕今日なんていうのかな、そうそう、ブックに何か書いてくれって言われたんで、上取り本当は欲と地と書いた方が良かったんですけど、さあどういうことかって、別に後藤田正治さんじゃなくて、もういいです、ありがとうございます。フランス革命とは利と地で政治をやろうというのは非常に強いわけですよね。それまでは、今回の問題も実際政治は情と欲で動く場合も多いですよね。なんとかこの人に獣医学部を作らせてあげたいとか、それちょっと笑い話になりますけど、ないことはないと思いますよ、きっと。なんとかこの人に小学校を作らせてあげたいとか、誰がっていうところになるとちょっと難しい問題がありますけど、一方ではその京都の立派な大学が、鳥インフルエンザが流行った時にパンデミックになったら、過去の、
第一次大戦の時だったら数パーセントの人口が死んでるようなこともあるから、国民の本当に安全保障、国民の数パーセントが死ぬって 核戦争以上に恐ろしい事態です。でそれを対峙するため の命を守る砦としての獣医学部を作ろうとしているのとを優先すべきだという議論は、本当にそれがその機能を持っているか、今言われているのがそれを確かめるというのは、これはもう情報と理と知ですよね。で、まあ、ある種の情と欲、理と知という2つのもので、どっちか片っぽだけでやったら絶対政治は無理だというのも、まあ、私も長いこと政治をやって50近くもなれば分かるので、だからそのバランスだと思うんですけど、情と欲のみで行わないようになるべくした方が、修正が効いた方がいいというのが、おそらく歴史が存在したり公文書が存在すること の私は最大の意味であろうと思います。理と知だけで一本で押したら、杓子定規の法のしもべ、ただの方の面白くないしのべになるでしょうし、情と欲だけであれば五色と情実、自分が生まれたところ、生まれた近いところだけで非常に閉鎖的なものになるでしょうし、これをどうするかということをみんなで考える機会を与えるのが学者や記者という人たちの仕事であろうと思います。あんまり喋らない方がいいと思いますんでここらで一旦やめて、何か質問を受けた方がよろしいかと思います。まあ、うん、はい、それでまた質問行ったり来たりしていいじゃないですか、はい、どうぞ。はい、はい、情報公開という点において、はい、古文書の公開でやっぱり歴史上ですね、まあ、この藩のこの人だということが思い出す。例えばこれで古今を地方で書いたり日本史の内幕でも出てくる山田報国さんという方がいらっしゃいますよね。はい、まあ、例えばあの人なんかも、まあ、いわゆる無名から犯罪性のこととかで、はい、いろいろ石田さんも地元のこともあって研究されてますけども、はい、例えば山田さんの例えば情報公開だったらどうかとか、はい、例えば石田さんが今までに研究されている中で、はい、後半とか、なんかそういう面白い事例があったら教えていただければと思います。なるほど、なるほど。情報公開っていうか、そもそも藩の民政に関する資料を組織的に残すことが進んでる藩とそうでない藩ですよ。これは面白いんでね、私水戸に行った時に大日本史を作った藩だから、水戸藩は民政の資料をよく残してるだろうと思ってたんですよ。ところが全く違いました。幕末になるまで小売奉行所は現地にすらなく、小売奉行所すらなく、小売奉行に命じられた武士の家がその日から小売奉行所になるというシステムを取っていて、専用の文書保管庫が作られたのは天保時代とか、その1830年ぐらい、もう江戸時代が終わる30年前ぐらいになってからの、3、40年ぐらい前になってからの話でした。で、一方その朝鮮との外交を担当してた対馬藩宗氏なんかはもう記録をきれいにまとめて分類別してます。例えば地震っていう項目とか来れば、過去に藩の日記が記録した地震についてインデックスで全部出てきます。あと奥下さん京都の文化っていうのは基本的に日記に儀式の細かいところをつけて、で次に同じような儀式やことが起きたときに前はこうだったと言って偉そうに言うというのが権力の源泉なのが奥家さんですから、それを割に受け継いでいるのが細川家永世文庫ですね。なんか細川家なんかは非常によく記録資料を残していると言っていいお家ですよね。で一方情報公開っていう点ですが、これちょっと決定的な人名忘れてしまったんですけど、松平定信とかの官制の改革あたりからしっかり藩は文書を記録を固定した蔵を持って公文書を保存して活用するということが行われて、だから1800年頃からですね、約200年の歴史が日本の場合はあると。でそれをレファレンスするという習慣ができてきました。あとこれ名前がちょっと忘れちゃって申し訳ない、
会計を、藩の会計を広く藩の中で公開するっていう範囲が出てくるんですよ。大抵の藩は借金だらけなので、自分の家の会計を公開することは恥ずかしいことだと考えていたんですけれども、大抵こんなに大変だ、ひどいっていう状況が異性担当者と給与カットに、まあ俸禄カットですよね、六のカットを、六高はカットされないですけど、支給俸禄のカットをされる武士たちで共有されている藩は比較的改革が早いっていうことがありますね。ですから、それちょっとどこがっていうのは後でちょっと言わざるを得ない、すぐ即答ができなくて申し訳ないんですが、多分松平定信なんか財政公開早い方だったと思います。そんな感じですか。はい。山田報告ですか。山田報告はあれも財政状況を民衆にまではっきり言って、藩札を、要するにちゃんと俯瞰紙幣、変えることができない分の藩札の量はいくらいくらなのであるので、もうこの藩札は信用がないので、みんなが見えるお城の前の瓦に積んで焼いてみせるわけですよね。で、それで今度はいくら発行しますと、必ず本物のお金と換えられる量でだと思いますということを約束すると。要するにこれ公開によって信頼を得て、藩札が信頼があればそれは全ての経済の元ですから、藩政改革も成功すると。だからちょっと目先や自分たちの失敗をちょっとこうしばらくの間隠しておこうっていう判断を取ったところと、ちゃんと痛みはあるんだけど、まあ、武士の家計簿って私の著作自体がそうですよね。うちの借金はいくらいくらありますってはっきり帳簿にこれつけてある人が記録を見て、それを お金を貸してる商人たちに見せて、こんなにうちは恥ずかしい状態です、でもこれぐらいだったら、ね、10年部でこれぐらいだったら返せます、利子は18% ですから、サラ金地獄ですよね、無利子にしてくださいと正直に言って物を解決する物語です。ですから私はやっぱり記録をちゃんと知るという理知の知がちゃんとあって、でその後理を尽くしてやる方が遠回りなように見えても、国家や社会にとって利すると思いますね。でそういう歴史上述をしてきましたので、公文書問題というのはそういう文脈で捉えるべきものだと思います。それで実は議会や記者さんたちですよね、公文書をちゃんと見て、本当はこうなんでこうしませんかっていうのを言えるってことは、だそれが健全な社会だと思います。はい。逆に歴史本座見てきたときにですね、公文書の改ざんとかなんかで、はい、これはひどいなんか歴史のケースで、こんなむちゃくちゃな時代があった、何かある意味ではそのケースを考えることで今我々がというケースがあれば教えて、はい、ちょっとその関連でね、はい、要するに嘘を見抜く力というかね、うん、はい、そのある種の文書主義になっちゃうと、はい、そこに書かれてることが真実だと、はい、で例えば、まあ、カフは日記ですけどね、はい、団長で日常、はい、ほとんど嘘と、はい、作り物と、はい、そうするとその危険は常にはらむわけですよね。そうです。それから必ずや、ある種の正当化、書いた人間の正当化であったり、はい、それ力を持っている人間の正当自らを正当化することであったりするわけですから、その誘惑危険からどうやって逃れたらいいのかっていうのは、はい、それがないとね、そうです、それ文書批判ができなければ、うん、まんまと騙される。で日本史の一幕の中で三方ヶ原の戦い、はい、ね、結局あれは家康側の方は仕方がないから負けたんだっていうね、はい、ことをいかに正当化するかという形で、はい、残されるわけですから、はい、それをどうやって見抜いたらいいのかっていうのは、はい、今現に我々が抱える大きな問題でもあるんですよね。そうですね。藩の場合まずこれはひどい文書改ざんだって、まあ、先ほどちょっと三方ヶ原って話が出ましたけど、例えば家康は三方ヶ原の戦いで大負けに負けたと、
じゃあこの時武田信玄に負けたと。この時の武田側と自分の兵力の数なんてのはもう典型的に改ざんがなされていったものと言っていいですね。なぜかというと、あの幕末に近づけば近づくほど神君を任した武田信玄の兵力の数は4万人へと膨らんでいくと。当初は2万人下るかどうかの話だったのにそれで家康軍が持ってた兵力もなるべく少ないように書くようになると。要するに少ない兵を率いた武田信玄に負けたということでは、要するに自分の先祖である神君家康の意向が傷つくからですよね。でそういう改ざんはしょっちゅう行われてると。あとどうですかね、報告のと、あ、文字に書かれたものを、先ほど第2点目ですけど、うん、文字に書かれたものを信じるっていうのは、あの私も非常にあの記録を記録をって言ってますけど、あの歴史学者の中では一番信じない方かもしれないと思ってますね。例えばあのこれは全然科学的な話じゃなくてあれなんですけど、まあ、有名なしっかりした大学の、立派な近代史の先生とかは大久保利通が偉いって人多いんですよ。で西郷隆盛をそんなに評価しないんですよ、全般に。本当にそうです。だけど私の感覚から見たら、西郷隆盛は肝心なところでの政治工作についての書簡を残してないんですよ。それは書簡を残したり文字を残す主に係や大久保だったからですよ。そうすると大久保が考えて実行したように書くんですよ。でも大久保ってあんな乱暴なことをやるのは状況証拠からしてどう見ても西郷です。でこの状況証拠から見てのところをどこから見るかっていうと、他の、あの状況を捉えるわけですね。最後、いや結局あの上が命令しても、藩主や天皇が命令してもそれに平気で背いたり、あの幕府を壊すっていうふうに強く考えて、火付け盗賊まで裏からあのやらせたりとかいうような、あの行動を取ってるのが誰か、こんな乱暴なことをやってるのは誰かっていうと、ここからはあの人間の情と欲にそれこそ注目して、あの人間像を見て、もう文書上はこうだけど実はその裏はこうなってる可能性が高いというふうに常にあの疑う姿勢が重要ですよね。あ、例えばこういうのはあの南海トラフ地震の時にしばしば起きるんですよ。地震学者の方、それは悪気じゃなかったと思います。あの、僕は、室町時代以後は正確に100年おきに南海トラフが動いているけれど、その前の、古代社会、まあ、例えば奈良時代とか平安時代とか鎌倉時代は200年に1回ぐらいしか南海トラフが来てないように見えるのは、間に小さくて記録されてない南海トラフの動いたものがある可能性が高いという立場を崩さないわけですね。そうするとむしろ理系の学者さんの方がこう言いました。それは菅原道真をバカにしていると。菅原道真が記録を作ってくれた、もっと正確なもんでちゃんと記録しているはずだ、あの資料はあのそんな見逃しなんかないはずだと言うんですけど、私は師匠と付き合って、いやあれでしょ、あの家族でもかみさんでも何でも子供でも、まあ、僕もそう思われてるかもしれませんけど、親しく付き合ってる方がこういうもんなんだよっていうふうに言いたくなる意味があるので、いや記録ってのはいい加減なもんですと、あの中世ぐらい の, あの中世古代ぐらいの記録の水準だったら、あのおそらく漏れてると考えるべきなのが記録を扱ってきたもののあれですというふうに、まあたくさん当たる、あの状況の他のに当たる、あとあの文字になってるからといって簡単に信じない、だから文字は残さなきゃいけない、管理もされないといけないけど、書いてあるものが本当であるとあの信じ込んでかかるかどうかは全く別のあれです。はい、まあ、ザイルみたいなもんで、公文書はザイルがいっぱい降りてきて、それがあの廃棄されたり、あの残されなかったりすると、それが一本ずつ切られてって、あの寄って立つべき根拠が減ってくるという話なので、あのどうして私が公文書をあの大事にしたいと言いたいかというと、公文書はいい加減なもので嘘が書かれるので、たくさん残ってないとあの無理だから。今回も、ザイルがあの愛媛県の側に残っていたわけです。
いくら霞が関でプチプチ切ったり改ざんしたり不起訴にしようが何しようがもう一方のところで残ってたわけです。ひょっとすると何万年後かに家計学園の理事長さんの車を撮影したの運行や例えば、なんか東京駅の動きをのカメラをどこかの国 の, 大きな巨大なアンテナがずっと傍受して残っていたらそれで本当にあの日会ってたかどうかが何百年後かあるいは何十年後かに分かるかもしれないんです。でそういうふうに何本もザイルが降りててこの糸が切れてもこれが切れてもってのが重要なのでたくさん残ってる必要があるということですね。これからの資料はおそらく動画であったり映像であったり車載カメラであったりタクシーの中のものであったりいろいろな多様なもので残っていくと思いますので単に役所の中の机で行われているものでこれが言いたいことなんですけど公文書の範囲を絞るやり口っていうのがすごく日本で横行しますよね。これはもう全部残すという欧米諸国の水準からはほど遠い。これは先進国と同じルールでやってほしいなと子どもの時の教育からやっぱり変えていく必要があって主権在民って言ってますけどじゃあその国家っていう暴れ馬に乗る手綱は公文書と議会しかないんですよ我々は。なのでいやそれは気の毒なことに当時の為政者や官僚ももろともこの馬を暴れると怪我することや死んじゃうことがあるのでそれを討御するためにはやっぱり最初から公文書と議会っていうものでちゃんとやってお互いにいい社会を作るっていうやっぱり教育から始めないといけないというふうに思います。ですから教科書等々に公文書は大事だと議会でちゃんと参加してやるってことが大事だという公民教育っていうものも必要だと思います。以上ですね。はい、はい、どうぞ。あれもう一つその古文書をね、はい、僕ら見てもさっぱり何を書いてるのかよく分かんない、はい、あれはどうやって訓練して分かるようになるんですか。あ僕の場合独学でしたけど大体一般だと公立図書館等々の公立図書館等々 の, 古文書講座へ行くと。で私が教えてみたところだと大体二十歳前後の大学の学生は1年半程度でかなり読めるようになる。で退職されてから始められた方は大体3年早い人で3年5年やってればまあなんとか読めるようになる。かえって昔の言葉を年配の方の方がご存知なんで助かる面がありますね。なぜそんなに早く読めるようになれるかっていうと使われてる文字の数がそれほど多くないからです。だいたい500ぐらいの漢字を読めればかなりの比率の大半 の, 文字は読めると。それと江戸時代の方が人間が時間もあったし教育が割に筆の教育が確立されたんでお家流という決まったパターンで崩されていると。でそれが明治以降になると筆速が速くなるのと本人が点で自分勝手な崩し方始めるので読みにくいのはもう昭和に近づいた政治家の書簡ですね。私よくやったのがその吉田茂の、新しい進出書簡が発見されましたって言うと僕とこ持ち込まれてきてそれをさっさっさっさと読むわけですよ、ね、これは楽しかったですね本当吉田茂は僕はただ書いてるの見てね僕吉田茂は変なことで尊敬しちゃったんですね。ものすごい崩してあるのに読みやすいんですよ。これは何かっていうと崩しの特徴の要点をよく捉えてるからだと思うんですよね。手とまあ目が連動してるってこともあるんですけど、はい、これが物を見て要点捉えてない人の字っていうのは崩したように見えて崩したことになってないんですよね。他の字に似てたりとか。だからなかなか勘どころの鋭い政治家の書っていうのはものすごく読みにくいような形をしていても読めるっていうのが実は不思議な私の長年やってる感覚でありますね。
さっきあの要するに欧米はその要するに公文書 の、 その枠じゃなくて全てオープンにすると、はい、ということの大切さということをね、お話しされたけども、今度は逆にその手前の文書を残すこと自体を全部公開となると、はい、残すこと自体をやめちゃうと、はい、という恐れがないのかということをよく言われるんですよね。そうすると逆にそれがそのことが後退しちゃうということになってしまうのではないかという、はい、この懸念についてはどうですか。そうですね、まずあの廃棄ですよね、うん、何を捨てるかを、うん、あの作った人が決めるっていうのは恐ろしいことなんですよ、うんうん、でこれの仕組みどうにかしたいですよね、うん、あの中立的な視点からこれは残すべきかどうかっていうことをあの決める仕組みが必要です、うんうん、あの今やっぱり諸外国からも日本の公文書で恐ろしいって言われてるのは、裁判所でさえ非公開の文書見られないわけですよね。それすごいですよね。つまり残すか、例えばまあ外交文書とかでよっぽどそれはとか、あれ外交防衛とかの話になったらそれはあのなんかあると思うんですけども、その私も何でも残せとか何でも公開しろという気はもちろんないわけですよね、うん、ただあの限度が物事にあって、あのヨーロッパやアメリカでやってる水準ぐらいの残し方はするのが当たり前だろうと、そうじゃなかったら旧社会主義国だとか独裁国家と同じ水準に後退することになりますので、あの役所で自分たちが作った人間がその部署の中でこれを残すかどうかを決める状況はやめた方がいいと。そうするとどうなるかということになるけれども、かなりな労力を使って何らかの第三者的な、それは民間人なのか政府の人なのか、あのその辺は議論すべきだと思いますけど、があのこれは残すかどうかはある程度決めるという。で今回だと官邸にその残すかどうかを決める人を組んだって、でどういう人がやどういう意図でやるのかって、これ極めて重要ですよね。逆言うと、じゃあ何々院みたいな人事院とか会計監査の会計調査院、うん、ちょなんとなくちょっとある程度の独立、文書に関しては院と名が付くようなあの政府の外にあるものがひょっとしたら、あの政府の外とは完全に言えないけど、その内閣官邸とかの外にあるものが本来はふさわしいのかもしれないという気もしますよね。独立性がある程度ないといけないのではないかと、うん、そうするとその政権にとって不都合なものは残されなくなる可能性っていうのがあります。だけどこれ怖いのは、その政権にとって都合が悪くても次の政権が使いたいものだってあるわけですよね。で使えないことによって困ることっていうのもあります、うん、はいどうぞ。おいいよ、うん、今回の一連 の、 あの公文書の問題で、はい、あの東大の御厨さんがですね、はい、まあ、いわゆる日本が戦争が終わった時に、まあ、軍事関連の資料を全部燃やしちゃったと、はい、まあ、これは半藤勝利さん日本の一番高い人も書いてますし、はい、ジョン・ダワーが敗北を抱きしめてて書いてますけど、はい、どうもそういうふうな日本のいわゆる責任回避のためとかですねにのところと今とのつながりを、まあ、見る人もいるんですけども、先ほどおっしゃったように日本がいわゆる本来だったら工業化とかで1位だったら、うん、本当だったら情報公開だって1位じゃなくちゃいけないのに、うん、まあ、タイとか韓国は香港に遅いと、うん、つまり日本の遅さっていうことと、それが例えば過去にその軍事関係資料を焼却しちゃった、うん、しかもそのことが単に責任回避だけじゃなくて平時関係資料全部燃やしちゃったから年金関係もぐちゃぐちゃになっちゃったわけですよね、はい、いろんな意味で、はい、あの国民の保護っていう点においても、はい、だからでもそういうことをやってしまうその延言というかですね、やっぱり日本の戦後の復興の速さと情報公開の遅さということの関わりの延言、歴史的な元っていうのは探っていくと、どのあたりに翔さんはあるというふうに、またはその真相がどこにあるのかっていう、まず
多分情報は自分たちの所属組織の中に留めておくのが非常に快適であるっていう気持ちはあると思いますね。村でも、いや民衆が持ってた村でもいっぱい秘密を抱えてるわけですよ。領主に対しては、今回僕今西郷隆盛の大河ドラマ瀬古殿の時代考証をやってますけど、西郷がまず村に赴任して何に直面したと思いますかって言ったから、いや本当に真面目にやったら村の隠し田を摘発せざるを得なくなるでしょうっていうわけですよね。まあ、実際そのシーンが放映されたわけですけど、脚本家が多分忖度それこそしたのか書いたんですけど、そうですよ。実際には神殿が開発されても土地調査ってしょっちゅうはありません。何十年とか何百年に一回あるわけですから、あの田んぼは本当は領主が把握しているよりはたくさんお米が取れるなんてことはざらにあって、それは村の秘密として中で共有されてるわけですよね。それで薩摩藩だってそうですよね。西郷隆盛が奄美大島の端っこで今も生きているっていうのは幕府に対しては明かせない秘密なわけですよね。それどころか薩摩藩は幕府の天保船という1枚今の価値で5000円ぐらい の楕円形の大きなお金を密造して、それでそれを収入源にしてるわけですよね。それでそれがバレるといったんなると、誰かが砂糖の密貿易だとかいろんなことがバレるとなると、図書広里のように高級官僚の一人が切腹して一身に背負ってその秘密をやったことになると。変わってないような気がしますね、私は。はい、組織構造が、でひょっとしたら僕も今言いながら反省しました。西洋型にしろみたいなことをインテリの大学教授が言うけれど、本当に何百年経っても我々がそういうものができないんだったら別の方法を考えなきゃいけない可能性もあります。西洋型の似合わない服を着せようとしている可能性もあるので、私は割に柔軟ですので、大学の先生が公文書管理はもう一応先進国並みと僕も言いましたが、もし本当に無理なら無理ななりの何かを、日本型の事故が起きない何かを作る必要もあるかもしれないと思います。おそらく、まあ、革命があったりもう政治が大きく変わっちゃう、支配層が変わっちゃう、ということを何度も経験していると、逆に今正当化の論理も働くし、いろんな形で残そうとすると、とは日本のように、まあね、対外的な戦争も朝鮮に行ったぐらいの話で、だとなると逆にその対立というか、その権力闘争とか対立の中から生まれる公文書の大切さというものが、そうでは重要じゃなくなるというかね、むしろ沈んじゃうというね、そういう日本の歴史の成り立ちというか、そことの関係あるんじゃないかと。阪神・フランス革命経験したり、そうすると、その必要性が逆にそれは出てくるという、ということはどうですか。まあ、なんか革命的に下から上のものをひっくり返した自信持ってるところっていうのは公文書館を作りやすいというのは成り立つかもしれず、それ考えてみたら国立公文書館より先に今の総理大臣のお膝元である山口県が日本最初の文書館を59年作ってるんですね。これは日本で下から藩の中央政府を倒した、要するに高杉晋作が放棄して倒した山口、これ偶然だろうかと思うことはあります。さっき図書切腹と簡単に言っちゃいましたけど、図書の死に方ってのはいろんな説がありますので、はい、そういうことは言えるかもしれませんね。ちゃんと答えになってないかもしれませんけど、だからやっぱこの公文書問題で、やっぱりもうちょっと僕は衆参両院の議長を頑張ってほしいんですよ。こういうことで公文書ちゃんとしなきゃいけないっていうのは議会が言うべきことで、両院の長っていうのはその責務を持ってると思うので、
後世の歴史に残るようなちゃんと党派を超えた立派な振る舞いを、やっぱり衆参両院の正副議長はやっぱりやってほしいというふうに、一連のものを見てて私は感じましたね。憲政っていう言葉がやっぱりちょっとこう思うけど、私なんかも長いこと90まで生きた尾崎幸雄だとかの生涯書いたものやあれを読んでみましたけど、この日本っていう国で苦労しながらその立憲政治、その議会政治を育てていくこと、それとそれに対する期待の思いなんかを思うにつけて、やっぱ尾崎幸雄さんなんかが生きてたら何て言っただろうなと。本来もっといけるはずの政治なんですけど、日本の政治、ひょっとしたら政党政治自体があんまり元のに向いて、党っていう言葉自体が江戸時代は悪い意味で使われてましたからね。三人寄れば党という、で党ってのは徒党を組むとかいうようなことで使われて、要するに上に対する反抗行為と、人間が横につながるっていうこと自体をすっごい警戒してたのが徳川型の社会の、徳川悪くないんですけどそんなに悪く言うもないけども、非常に警戒してたんですから、その政党というものがひょっとしたら正常に育たない土壌があるとしたら、もうこれも分析して何らかの解決を図らないといけないかもしれません。秀吉が刀狩りをしたというね、ことはおそらく日本の社会にとってすごく大きなことで、それによって要するに武器を取り上げられた、そうするとその代わり保護してもらうと公に、でそうすると当然ながらきちんと保護してくれないと文句は言うんだけど、しかしもうその構造がずっと続いてるというかね、官僚支配も結局そこにあるんであって、そうすると一番罪が深かったのは秀吉ではないかというね、刀狩りではなかったのかという、という感じさえするんですけど、秀吉あたりからその信長秀吉っていうのはものすごい権力なんですね。あれは僕も書いたことあるけど、竜宮城の乙姫様にまで手紙書いて自分の力見せつけるんですよね。船に馬を乗せたらひっくり返るって言ったら、竜宮城の乙姫宛ての手紙を書いて通せと。あとお稲荷さんにも書いてますよね。もし自分の養女に取り付いた狐を離さなければ全国で狐狩りをやって絶滅させるぞと脅す、稲荷大名人宛に手紙を書く。こういう権力ですから、でその代わり民衆が得たものっていうのは、ヨーロッパに日本に来た外国人が届いているように、女の子が一人でお伊勢参りをしても大丈夫、それで病人がパターンって路上で倒れても次送りといって、宗門人別手形を持ってればこれがパスポートになってて、国内だったら戸板に乗せられて村から村へと送られ、自分の村へ旅費がなくても帰ってこれると。ね、このシステムっていうのは恐るべき人民保護のシステムで、将軍綱吉の代にいたり、これは、やりすぎだったけど動物まで拡大されて、それで一応人命保護、民の保護っていう点では前近代社会としてはかなりの水準に達したと。でそういう、でそういう点は僕は日本国家非常に誇りに思う点です。だけどやっぱり守ってやってるんだから、よらしむべし知らしむべからずだろうという、論理、論語の大白第8条にあるような言葉ですよね。で民はこれ中くらいの人以下には政治やとかいろんな細かいことを語るべきではないとか、論語には書いてるようですけど、だけど日本人ってやっぱりこんだけみんな本を読んでですよ。で江戸時代の終わり頃、ベルギーの下イタリアの上ぐらいの識字率には達していてですよ、もうちょっとその公に相談してやるっていうのが根付いてもいいかなっていうのは思いますね。ただこれ楽をしてるって面もあるんですよ。役所や公に任せとけば民は私の生活だけやっておれば楽だと。これもなかなかいいですよ。昔
革新系の人が参加型民主主義なんていうものをものすごい書いて回ってる時にすごい懐疑的だったんですよ。民は参加なんか民主主義に本当はしたくない、参加しなくてもちゃんといいものが降ってくるっていうことを本当は求めてるのに、そこへの理解乏しいなと思ったけど、もうちょっとやっぱり公に手伸ばさないといい社会できないかもしれませんね。公文書って僕よく医者と患者の関係のカルテに例えますね。カルテは誰のものかってことが僕も小さい頃は当然に医者のものだと思っていました。だけどカルテは患者のものであるっていうことを大人になってくるに従って新聞が報道し知るようになって、カルテのコピーを持って第二の意見を聞きに次のお医者さんに行けるようになりました。これを私は如実に知った世代です。で、場合によっては本人が癌であるかどうかも医者だけが知っていて本人が知らないような状況の社会と、知ってもちゃんとうまくいけるようになった社会を我々は経験したわけで、やっぱり勇気を持ってここは公文書は、要するに役所の公務員教育も重要ですよね。あなた方が一生涯に作るメールは全て国民の財産です。公務に従って作るものは。そして僕はこれは拡大したいんですけど、今国立国会図書館の県政資料室っていうのがすごく充実、明治の頃だとか大正昭和の頃ぐらいまではしてる理由は、これは私文書まで集めてるからです。大久保利通、さっきあんまりよくは言いませんでしたけど、その子孫の、立教大学の大久保先生という方が、その頃はまだ貴族性が残りかすが残ってたもんですから、旧家族のご親戚や知り合いのお家を訪ね歩いて、すみませんがお宅の日記入れさせていただけないでしょうかと言ってどんどん集めたわけですよね。そりゃ中には正妻さんと違う家族関係も書かれてて、出したくないお家もあったかもしれません。だけどやっぱり公の公務に携わる家であるという、そもそも殿様の家や公家の家やそういったお家も多かったわけですから、周りに爵位をもらうぐらいになったら私文書なもう公だって言ってみんな出してくれたわけですよね。だから今日例えば日本銀行の政策決定会合は会議録は残りますよね、結果はね。だけどお家で誰が政策委員同士が電話をかけて誰と誰が話して、誰々料理電話とかいうようなものが個人の日記に残ってた場合、我々はもうそれを把握できません。あるいはメールや携帯電話の着信履歴もプライバシーというものになって、今日からすると政策決定の過程については掴むことができない。だけど本当は重要なのは歴史や検証というのは因果関係の研究です。これはもう EHK が言ってる通り、歴史の研究とは記者がやってる仕事もそうでしょう。因果関係どうしてなったかということです。だから、森友学園の問題に対しても因果関係です。どうしてこうなったかと、じゃあその過程についての書いた部分が300箇所改ざんされていますが、だけどそれだけ改ざんされても一応不起訴です。だとこれは過程を解析することが非常に重要で、残している公文書を守る必要が、いやその公文書を改ざんしたり棄却捨てたりというのはできないということは意味がなくなるんではないかなという気はしますよね。非常にその点で私は危惧を感じています。今度その森友家系の問題、一つはその権力が集中することの弊害、それが直接支持であろうが忖度であろうが、そういうものを生んでる大きな背景が一つと、それからもう一つはやはり管理の道、理道がね完全に廃れてるっていうね、そこまでは言わないけども、中国の歴史家がその時自分が殺されようとその歴史をね、残し自分が死ぬとその息子の代に引き継ぐっていうぐらいの、これは一方で、官僚支配だとかある種のセクショナリズムだとかっていろんな批判もされるんだけど、これもバランスの問題で、むしろその廃れというのは、ある財務省の事務次官経験者が言ってたんだけども、自分は部下にずっと言い続けてきたことは3回まで、例えば大臣に還元しろと、違うと、
3回してもダメなら4回目からやめろと、というのは別の要素があるからだと、という政治的な、うんうん、その立場だとかそういうのがあるから、しかし3回までしなければいけないと。で今度の場合見てるとするんではなくて、はい、その何もしない状態で解散してたり、はい、してるというね、このこれがこうちょっとこう、まあ、要するに歴史的に見て、明治以降 の、 その歴史との関連で言えばね、はい、どういうことなのかという、あそれね、うん、僕ちょっと言いたかった話で、うん、あのよくこんな風に官邸の方ばっかりを見るのは、あるいはあの検察が本気にならないのは、あの内閣人事局ができて官邸主導になったから、官邸の方を役人が見て、しかも長期政権となると人事権を握ってるから言うことを聞くんだという議論、これはまあ通俗的理解で、あの正しいと思います。それもだけど僕は長いこと歴史を見てるんで、もう一つの要素を思うんですよね。それはあの福音軍人までぐらいと、それが教育した世代の官僚は天皇の家来という意識を非常に強く持ってた。それであの検察官僚にしても、あれは藩でやってた大目付の機構をそっくりに作ってあるわけです。あの大目付っていうのは、家老が悪いことをしても直接、あのそれこそ 陸軍の医薬上層権に近く、その天皇のもとへ行って、天皇に対して、あの天皇の権威がこれじゃ立たなくなるから罰すると、どんな過労であっても不正をしたらやっつけると、そういう意識を持っているので、各高検の検事長は、まあ、昔 の、 あの天皇から直接任命してもらうということを非常に名誉に思ってて、いまだにそれは残ってるわけですよね。ある意味民主化が進んで、あの天皇の管理という意識がないので、あのそのお目付けをあの家来のごとくあのやってるっていう意識が薄れてきたことも、やっぱり昭和と平成の末年の違いではないかなというふうには思いますね。だから弊害はあったんだけれども、あの、総理大臣であれ、あの天皇の管理として悪いことをしたら捕まえるっていう特措はいっぱいいたわけですね。だけどそれはもうないですよね。その辺がやっぱりこう、なんていうの、社会人類学的にこう官僚の社会的なこう心理学的な思想史的な考えも加味して考えると、そういうものがあるように思います、うんうん、はいはい。この間朝日新聞のオピニオン面でその問題について、生物学者の福岡伸一さんが、はい、ちょっと面白いこと言ってまして、彼はあの僕と年が一緒で、まあ、僕が年と一緒っていうと、要は共通一次が始まる前年に現役で受験、はい、で浪人すると共通一次を受けると、つまり偏差値世代なんですよね、はい、で、まあ、高校1年生の時に例えば河合塾の東大入試オープンが始まるとか、はい、やはり偏差値が登場していく世代 で、はい、で彼はいわゆる最近の日大の監督にしても財務事務次官にしても、大体ほぼ同世代の人間がもう非常に悲しい陳謝をしてて、彼はそれを見ながら全く同世代の人間ばっかりが謝っていると、でしかもその謝り方が大変下手であると、で情けないということについて彼は論考を出してて、まあ、それで実際生物学者が世代論をやるのはおかしいと彼は言いつつ、でもどうもやっぱり偏差世代っていうのはやっぱり結論があるものに対応していくっていう、だから結論というのが最初に提示されていて、それに対して何かことの能力は得意なんだけども、どうも状況変化があるとか、例えばパワハラセクハラの概念が全く変わっているのに気づかないということとかも含めて、そういう弱さが露呈しちゃってる。だから人事支配という問題もあるけれども、それだけじゃなくて状況変化に対して対応できない、非常に僕たちはもしかしたら弱い世代なのかもしれないという悲しい結論を書いていて、悲しく共感していたんですが、まあ何か人間のその例えば試験制度の変化とかですね、うん、そういうものもある意味では歴史でいうと、うん、例えば科挙にしてもですねあるのかもなって思ったりもするんですけど、その辺については何か磯田さんも偏差世代として何か試験があれば、僕ももう全く偏差値世代で、偏差値世代の高級官僚さんと話すことも多いんですけど、やっぱりこうゴールラインの目標を決められると必ず答えが出るもんだと思ってうわっと進むと、あと自分の出世に関しても確率論で語ることが非常に大好きですよね。あの
ゲームやってるみたいですね。事務次官まで局長ま で同期が何人減ったから自分は何パーセントの確率でこの駒が前いくつか進むって。私みたいに自分に気にならない政策が出たらゲアして兵を率いて攻め上るみたいな世代の役人や軍人を、まあ、西郷のような軍人を経験している世代からすると覚醒の感がある。役人にゲアという選択がないと。だから私はいつもゲアするつもりで公職についてますけど、まあ、公文書がありゃ資料がありゃどこでも行くという暮らしをしてるけど、さらさらやめる気はないですよね、おそらく。この政策があれだったら、まあ、ちょっと一時はあったのかもしれませんけど、そういうふうになんか偏差値って基本的には競争ですよね、一つの物差しの上での。だからやっぱそれに馴染むんじゃないかなという気がしますよね。だから佐川さん見てて、私は財務長官のどうなんですかね、とても自分の人生を生きているように私には思えないよくああいう風に生きられるんだなと思って、生きがい一概飲んでみたいですね彼と。非常に、非常に飲んでみたいです。私20年経っても30年経っても飲んで、きっと平成史を僕は長いこと生き残って書きたいと思うので、でその頃になったらきっと笑い話で話せることも出てくるでしょうから、すっごい気になりますね。あれが良かったか悪かったかとかそういうことよりは本当のところ何を思うて、福島のご出身ですか、ご実家がおそらく放射能とかいろんなことでご親戚もあれして、ですごく苦労して頭が良かったのか、まあ、頭が良いというよりは成績が良かったという方が失礼ながらいいかもしれませんが、で、まあ、ちょっと偏差値競争の勝者で大蔵省に入られて、それで世襲の政治家がいて、それで、まあ、いろんなことが起きて、で結局本当まあ、要するに刑事罰を加えられるかどうかという目に遭っていくわけですよね。でもうやっぱり歴史っていうか、これは聖者曲直というよりはもう文学とかそういうレベルで僕は本当に気にしている問題ですね。それこの人の分析をすることで何らかの日本人が見えてくるんじゃないかとか、やっぱりそういう引いた視点でやっぱり考えたい問題だと思っています。どうぞ、はい、はい、どうぞどうぞ、はい、すみません、北海道新聞の蛭川と言います。どうも、ちょっと先ほどちょっと戻るんですが、日銀の政策決定会合のところのお話でちょっと非常に共感して私もちょっと似たようなことをいつも考えてるんですけれども、例えば最近産経新聞に中曽根さんが田中角栄さんに銀次職、ロッキード判決の後銀次職流した手紙なんていうのが載ってましたけれども、なんか昔のこう、政治、一昔二昔前の政治家ってよく日記とかですね、あるいは手紙っていうのをこうよく書いていて、まあ、それが残されていると非常にこう、当時は公開を前提としてないんだけども、だからこそ自分の本音とか内心とか葛藤が書かれていて、後世のこう記録として非常に面白いものがあるなと思ってて、まあ、あと、まあ、回顧録っていうのはまたちょっと違うんでしょうけども、まあ、それも例えば尾崎その幸恵さんのことを挙げられましたけども、まあ、率直に書かれた回顧録っていうのもまた非常に面白いと思うんですけど、そこで言うとその最近 その今の政治家がですね、日記つけたりこうなんか大事なことを手紙でこう相手に伝えたりとかですね、あるいは、まあ、本はよく出してますけど、なんか大体なんか自分の主張のですね、こう宣伝みたいな本がほとんどでですね、そういう意味で言うとその日常的なやり取りはもっぱらメールと携帯でですね、残らないと。で対外的に自分の主張したいことだけはもうたくさんこう残るんでしょうけども、そういう意味ではなんか後世の歴史家から見ると今の政治の本当のなんか心の火だ
っていうのが後々こう残らないっていうのがなんかつまんないなと思うんですけど、そのあたりどうでしょうか。これはね、政治家の僕哲学性の問題だと思ってて、比較的哲学が好きな歴史家っていうのは、哲学っていうのはやっぱり永遠求めますんで、所詮自分は宇宙のある一時点に現れて消えるものに過ぎないと、その徹底したあの俗なことじゃない理解を持った男は、あるいは女の政治家は、あの記録を残しやすいですね。で、幕末維新でいうとこの精神を最も持ってたのは僕は木戸孝允ですね。薩長同盟のあの原文が残ったのは、木戸は後世あの自分がやった革命について必ず検証されるし、あのということで彼の手紙たくさん御物あの天皇家のものとして残るわけですね。これ木戸はやりながら、あのおそらくやってる瞬間からあの歴史に恥じない行動をやっていて、その感動とともにやってたことがわかる、うん、一方日記の緻密さ見ても分かるんです、それは、うん、一方大久保利通は割あの全くないわけではなかったでしょうけど、非常に簡単ですよね、うん、五箇条の御誓文が出た日とかでも、もうさらっとこんなの何も考えてないので、もう木戸孝允から言ったら、もうこれはもう寒類にむせぶみたいな、そんな表現じゃなかったかもしれませんけど、とにかくあの、もうすごいことになったと、もう感動したと、こういうふうに書きますよね。で、中曽根康弘さんの話さっき出ましたけど、ちょうど私あのロッキード判決の時の田中角栄さん、あ僕そういえば思い出しましたけど、中曽根康弘さんに呼ばれて、中曽根康弘さんの自省録というあの回想録の聞き手になって、あの30時間質問したのは私だったんです。で、なぜか中曽根さんは私の目つき顔つきを見て、そう当時は武士の家計簿を書いただけでしたけど、なんか編集者にあの人面白いからちょっと聞き手になってもらえないだろうかと、僕もびっくりしました。それでその時のことを思い出しました。田中角栄さんとの時のことを僕はしつこく聞くと、1回目はもう時間があれだとか言うんですけど、さらに聞くと、あの角栄さんとあの判決が降りた時に、あの料亭でお会いになっていますけれど、その時の座順はどうでしたかというふうに細かく追求して私が聞き始めると、なんか妙にそこまで聞くかという顔になったのか、これは必要なことだと思ったようで、涙ぐんでいたとか、相手側はあの細かいことまで話してくださって、そのテープが中曽根事務所と新潮社には残ることになりましたから、自分は一級の資料を作ったとその時に思いました。ですから、で彼はあの私にどうしてこんなに聞くのかい、あ聞くのでしょうかということは僕も気になったので、あの直接だったか間接だかちょっと聞いてみたときに、こう言ってたのは思い出しましたね。あの君たちはいいなって、いや物を書く人間や芸術家っていうのは、あのその作品が残ってれば必ず後であの評価されることもあると、うん、だけど政治家は結果が全てだと、うん、もうその時にやったことが良かったかどうかで動機なんか全然あの反映されないと、すっごい悪い動機でやってもいい結果だったら政治家はそれでよく、そういう厳しい世界だと。で歴史法廷に立ってるんだと。で歴史家は君たちは検察官だと。で我々は歴史法廷のに立つということだと。で私どうしてこの人がこういうことを考えられるようになったのかって言って突っ込んで聞いて見ますと、どうその結論というのはやっぱり旧制高校の教育だと、あの旧制高校で哲学書をたくさん読んで、やっぱりさっき言ったように所詮人間は必ず死ぬのであって、宇宙の流れの中で一瞬こうしてるっていう引いた視点を若い時に持つということが、実はあの私のように歴史を書くものや、あの記者さんになるような人や、あの政治家や官僚や公に携わる人たちにはまあ必要なことだろうなと思って砂防会館を出た覚えがありますね、うんうんうん、それはおそらく、まあ、チャーチルが言ってる歴史とは書かれたものが歴史なんだと、というのを中曽根さんは辞めてから、うんうん、もう次から次と回顧録を、ねね、あの出してるわけです。それこれでもかこれでもかと、あれだけの膨大な、うん、中曽根内閣審ありながら、うん、であれは完全に、うん、まあ歴史という名の法廷で裁かれる被告であるという自覚と同時に、
いかにこの時代の中に自分を残すかって刻印するかっていうことの作業であると、私はそう思うんですよね。ただその場合ちょっと危険なのは、そうです、そこです。危険ははらむんですよ、はい、例えば最も緻密な日記と言われている原研日記、もの緻密なんですね。あれ現物見ると原研日記ね、原研日記ね、はい、極めてこの綺麗に書いてるんですね、あれ要するに1週間のメモを元にして、そしてまとめた形で書いてるからあんな綺麗に書ける、佐藤栄作日記はもっとね、その時の感情で書いてる、どちらに価値があるかってことですよ。必ず1週間後の総括になっちゃうから、そうすると当然ながら自分の主観が入るし、まあ、後藤新平なんかはめちゃくちゃに悪いもののように言われてる、それ以外に偏った見方になる。そのことの ね、先ほどやっぱり日本の場合歴史の法廷に立ってるという自覚がないから物も残さないということはあるんだけど、残しているものもそこは相当その真眼を見極めないと、これその主観になっちゃうというね。そうです。それは逆に言うと政治家はその主観にするために回想録を作ることがしばしばあって、近代史の場合非常に私も腹が立ったりもするのが、その徳川慶喜と勝海舟は多分に歴史改ざんの意図を持って回想録を作っていると感じることが多かったですね。例えば徳川慶喜は自己正当化する必要があるわけですよ。それで関係者がみんな死ぬのを待って、で自分が長生きをして、そのために長生きをこの人したんじゃないかと、それで自分に有利なことをうなずいてくれる歴史家を集めて、それで次から次へと自己正当化の回想録をのについて喋って筆記を出版すると、生きてる間に、生きてる間だと思います。で出来上がったものを当時できた一次資料と付き合わせてみるとしばしばそこがある。だからその面でも回想録で例えばその時涙ぐんでたかってたとかってないとかいうことは一次資料には残らないんで、これは回想録は回想録で価値があるんですけど、その政策決定における意思決定における根幹部分というのはその政治家の利害に関わるものに関しては絶対に当時の公文書や書簡や一次資料と付き合わせた上でないとやっぱり そうだと鵜呑みにしてはいけないっていう、これ資料批判ということですよね。資料批判、資料の吟味は大事ですよね。中曽根さんの回想録にしても出した時に自省録というより自慢録と切って捨てた方もいて、それで存命中に作って関わった本人がどうこう論ずることはやめたいと思いますけれど、嘘までは言ってないかもしれないけれど不利なことについて喋ってない可能性は大いにあると思って、僕は喋った内容について走り回ってたんですよ。いやもう出版されてるから知る必要はないですよ。例えば核武装を防衛庁長官の時に研究を命じたと、で命じた相手は伊藤博文のお孫さんであったとおっしゃったので、僕はその何年後かですかね、伊藤博文の伊藤校墓前祭に潜り込んで伊藤博文の孫の中で本当に陸上自衛隊に勤めた人がいるかどうかを探して歩くわけですよ。いました。それで何か記録を残してないかと遺族、もうこの辺が江戸時代の歴史をやってるものとはちょっと思えないんですけど気になるので聞いてみるわけですよ。そしたら、いや記録も残してませんが先生方が作られた自省録でを読んだ時に夫関わ多分やってただろうと思うと遺族は思いましたと。いや確かに遺族がいた。それで今度翻って中曽根さんに講演会かなんか私がなんたらクラブかなんかでやった時にお会いになった時に一応遺族のところに会いに参りましてっつったらニヤッと笑って裏を取りに行かれましたねって言われたのは覚えてたけれども、その時のそのニヤがやっぱこれ教養ですね。ちゃんと裏を取るっていうことをこの人はやる人なんだって、それが非常に心地よく思ってるの。これがやっぱり僕はある種教養だと思うんですよ、この辺の余裕が。それから数は、中先生ずいぶん残してるんだけども、僕らはやっぱりその同じもの同じ著者に
齟齬がないかっていうのはやっぱり見るんですよ。そうですね、大体オーバーになってるんですよ。後から書いたものが前よりも、もっと手柄話になっちゃう。ところが中曽根さんの場合はあんまり変化がないんですね。そこはそこはだから、まあ、逆を言うと同じ話が繰り返されるので聞き取りは困難を極めました。新しい情報を喋っていただくのに非常に困りました。はい、どうぞ。NHK 国際放送の佐伯と申します。去年まで3年間水戸局におったもので、はい、この2つぜひ磯田先生にお伺いしたいんですけど、ちょっと公文書からちょっと若干外れるかもしれないんですけれども、いいです。公文さんが作った大日本史ってありますよね。あります。であれは水戸藩政が傾いてでも確か幕末までずっと作り続けたと聞いてるんですけれども、はい、まあ、水戸光圀さんが始めようと言ってからその作るまで、はい、その藩にそういうことをさせた、まあ、プレッシャーというか圧力はどのようなものだったのかということが一つと、あともう一つ、今年は明治維新150年ですけれども、水戸藩の場合には天狗党の乱があって、で諸政派と天狗党がもうテロの応酬をやって、まあ、結局新政府には一人も入らなかったという歴史がありますけれども、そういう荒廃した水戸をその立ち直らせたのは、私はその時の女性たちの頑張りではないかと思うんですけれども、はあ、なかなか水戸市とか県でそういう資料を探しても、はあ、そういう資料がないもので、先生が何か見つけたものがあるのかどうか、この2点お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず第1点目の大日本史で水戸藩が傾いたかって言うんですけど、大日本史をやってなくても傾いてたとあまり行政が上手な藩ではありません。なぜかっていうと、あそこは江戸上府といって、江戸に藩主が30万石以上の藩でずっと住んでいる例外的な構造を持っていますので、家臣もかなりの部分が東京に置かれるので、僕水戸バキウムと呼んでるんですけど、その釣った年貢が地元に投下されないんですよ、侍の消費で。そうすると衰退が進む構造を持ってますよね。でその上そんなに民政が上手かっていうと上手ではない。それでも傾きながらもさらにあんなにお金を使う事業を続けたことがやっぱり水戸らしいところで、私も驚いたところですよね。それなぜ続けたのかということですけど、それが我々のその問題でもあると思いますけど、上とか前の世代の決めたことを変えることが、親孝行と忠義という2つの原則で動いている社会ではやめられないわけですね。水戸光圀がこれは完成までやれっていうと、それはもうどんなことをしてもやんなきゃいけない。あと赤穂浪士も討ち入りもそうですよ。浅野匠守が春の名残をいかにかわせんって腹切ったわけですよ。そしたら家老は名残をどうにかしなきゃいけないわけですよ。つまり吉良を殺さなきゃいけないわけですよね。あれがもう私は恨みがない、大石のアナうれしいで始まって全く一点の曇りもないという時世の句はわざとやってるわけですよ。もうこれでチャラだと、つまり死者の声の方が発言力が強い。これは日大アメフトの問題にしたって、今回の問題にしたって、情報上の方向に対して の行動は簡単に変えられない構造が戦後70年経ってもものすごくたくさん残ってると。で今回起きてることを見たら、その空気の支配の恐ろしさですよね。若い男の子がアメフト選手が、そんなとても内田監督に何かを言えるような雰囲気ではなかった。空気の支配ですよね。まあ戦前の陸軍とかその時の話の空気で何にも言える空気じゃない、空気の支配、これ変わってないように思いますよね。だからある種なんかそういうところの方が、上の言うことを前の世代が言ったことを簡単に変えられない、これは構造じゃないでしょうかね。私一番最初にそれ感じたのは何だったかな、中学ですね。中学校出た後みんな丸刈りをやってる中学が多くて、
丸刈り廃止運動とかやってる友達たくさんいろんなところで見かけたんですよ。ところがある時赤松という女性が文部大臣になって丸刈り気持ち悪いと思うって記者会見で発言したんですよ。そうしたらあっという間に丸刈りの高校の数が激減していったのを見て、ああこの国は上から落とさないと変わらない国なのかもしれないで、おそらくこれに西郷も大久保も気づいたんだろうなって思いました。あの下からいくら変えようと草の根市民運動とかなんとかいうのがね、なんか流行りますけど、だけど早く変えようと思ったら一気に中枢に入り込んで権力奪取して上から落とすとあっという間に変わるという構造を、あの日本史を変えた人たちっていつかの時点で気づいた人なのかもなという妄想をしたのを思いますね。あと何でしたっけ、もう一つ後半なんでしょう。あ、女性の活躍が水戸、まあ当然だろうと思いますね。あの水戸藩って明治維新で落とした首の数っていうのはもう一番ですよね。率だとおそらく、まあ、対馬藩でしょうね。あの島だから逃げることができなかったので内下場が拡大したと。で水戸藩の場合、まあ女の人が、まあ、復興、ただ僕は水戸はあの幕末のあの闘争の影響で僕は人のいないところで時々ぽっそり言ったことあるんですよ。ある時、あ余計な話ですみませんあの母をね、あの水戸に初めて来た時に、あの水戸藩の西蔵って言って、あの切り落とされた、その時首を切り落とされた人のお墓がずらーっと墓標が並んでるところを連れて行ったんですよ。あの子供も殺しましたんで、あの俵の中に体ごとこう閉じ込めて子供を縛って、一説によると、僕その生資料見てないんで、あのこんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、飴玉で首を出させて切り落とすなんてことまでまことしやかに言われたほど残酷で、千人どころじゃないですよね、あれで死んだのは。でずらーっと並んですよ墓標が。うちの母が泣き出すんですよ。でこの荒廃状況っていうのはもう想像を絶するもんだと。でしかもインテリから順番にあの運動に参加したから、あの政治運動に、そのインテリがほとんどいない状態だからカンボジアのような経験をしたはずだと。あの眼鏡をかけてるだけで処刑される政権のような形をおそらく経験した都市だと。だから都市魅力度ランキングであの50位をずっと続けてますよね水戸は。私も何とかしようと思ったけど難しかったです。だから最初にこういう歴史っていうのは因果関係で、もう本当に人材とかを最初に失ってしまうと、もうそれを立て直すことっていうのは頑張ったからとか言うけど、そんなね100年やそこらでは簡単に回復不可能になるという恐ろしさも感じましたね。昨日僕テレビ番組見てたら余計な話ですけど、カンボジアで救急隊を立ち上げてるおじさんの話っていうのを見てましたけど、カンボジアでああいうふうにな経験をした国で、あの医療や救急を根付けようとするのもこんな大変なのかと思いましたよね。だけどやっぱり歴史の検証に足るって、ある時そうだ、茨城県警の本部長さんかなんか、僕いや茨城県警をその歴史の検証に足るものにしたいと言った人もいましたけど、まあそういう人ってそれほど超トップまでは出世しませんけどあのでもいいこと言う官僚もいるもんだなと思いましたねその時はね。はい、はい、うん、もうそろそろ時間なんですけども、もし最後っていうのはご質問がおありでしたら。それじゃあ随分多岐にわたって面白いお話をありがとうございました。ありがとうございます。いや、あのネクタイを選んでいただきました。はい、ありがとう。何色？水色。ああいいですねこれ。まあいいですねなんてやる方がいい。ありがとうございます。じゃあ皆さんにいただきました、はい、ありがとうございました。